腰の味ゆうちゃんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もねご質問をねいただいておりますのでお答えさせていただきます。縦腰体操するようになり、柔らかいスリッパ、柔らかい椅子、ソファーが苦手になり、硬めのものを選ぶようになりました。これは低反発マットレスと同じように無駄に体が沈むから不快になるのでしょうか、というご相談ですね。まあ、2つ質問いただいてるんですけど、まずそれが1つですね。これはですね、まさに、姿勢が良くなってきた証拠ですね。つまり縦腰理論でいう腰が立ってきた状態ですね。縦腰の状態になってきたので、すごく柔らかいね、ソファーとか柔らかい座面のものが不快になるんですよね。これすごくいい傾向です。ベッドも同じでね、体の状態がいい状態になると、まあ低反発マットレスとか代表されるような、まあ、よく沈む系のものですねっていうのはすごく不快になります。というのもそれは体の自由が奪われるからなんですよね。腰が立って背骨をしっかりと起立させて、背骨の間もしっかり伸ばされて、肋骨の間も伸ばされてっていう、こういう自由な体の状態が、そういうものに座ったり寝転ぶことで、体が勝手に形が変えられてしまうわけなんですよね。それが不快になってしまうんですよね。それが嫌になってくるということです。体の状態が悪い状態であったらですね、例えば姿勢が崩れて、縦腰理論でいう寝腰の姿勢になってると背中も悪くなりますよね。こういう姿勢の場合、硬いところで寝るともちろん不利ですよね。だからそういう時はこういう寝腰の丸い姿勢に形沿うように、こういう丸い背中に沿うようにベッドとか沈んでくれればすごく楽なんですよね。楽と感じてしまうわけですよ。でそしてソファーとかそういう柔らかい椅子とかもこういう姿勢だとすごくそれに沿うように、へこんでくれるから楽なんですけれども、それが楽と感じるということはですね、気持ちいいって感じるのは実は体の状態が良くないというもうサインなんですよね。これはもう完全に体がね良くなってきた証拠ですから、まあ自信を持ってください。それからもう一個の質問ですね。これはソファーや車の座席ですね、運転席で、座るときに注意すべき点があれば教えてください、というご質問です。いい質問ですよね。ソファーとか車の座席で座るときに注意すべき点ですよね。これはですね、すごくいい質問なんですけれどもね、その方のあなたの、まあ、体の、レベルですね、体の状態とか体のレベルに応じてちょっと対応の仕方とか注意すべき点は変わってきます。まあ大きく5つかなというふうに言えると思います。まず1個目がですね、例えばまあそういうソファーとか、車の座席もそうですけれども、通常のね椅子と違って姿勢がまあ一般的な言い方すると崩れやすくなりますよね。なので、1つ目に重要な注意すべき点は、姿勢が自分が崩れていることをちゃんと自覚をしておくことです。自覚をしておくこと、これだけで全然違います。悪い姿勢で寝腰の姿勢が定常化して、まあ、椎間板ヘルニアに代表されるような、腰痛の激症のね腰痛のある方はですね、まあ、自分が悪い姿勢になっていることに無自覚な人が結構多いんですよね。だからそういうものに座るとき姿勢が崩れてしまっていたらですね、崩れていることを、自覚しておくことが大事になります。そして2つ目のポイントが、まめに動くということですね。ソファーの場合、同じ姿勢でじーっとしてるんじゃなくて、例えばこうやって寝転ぶように持たれたら前の方出て動いたりとか、お尻の位置直したりとか、まめにこまめに動いて、同じ姿勢を長時間なるべく続けないようにして固まらないように気をつけることです。車の場合ですね、そんなちょこ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 動いてるわけにいかないので、例えば信号待ちの時にちょっと体動かすとかね、まあこまねしすりすりふわり体操に代表されるにちょっとこう骨盤動かしてあげたりとか、ハンドルをこういう風に持ちながらこうやってねスリスリ体操できますので、そういう運動したりとかですねして、まめに動くように心がけるということです。それから、3つ目ですね、ソファー、特にこれソファーがやりやすいですけれども、ソファーというのは後ろ行けば行くほど姿勢崩れやすくなるので、ちょっと長時間座る時ですとかね、そういう時は、ソファーの前の方に座ることをね心がけると注意するということです。それからですね、胸骨を下げないと、4つ目ね、胸骨を下げないということですね。これはどういうことかと言いますと、これはですね、まあ車の運転でも使えますし、あとは
映画館でね、映画見るときとか、まあ2時間とか2時間半とかなるでしょ。そういうときなんかもすごくいいんですけどね、座面こう座るときにですね、まあこれちょうどこういう椅子がありますけども、こうやってまあやりますよね。そのときに、まあこう持たれますよね。そうするとみんなこうね、この胸骨の胸の位置をねぐっと下げてしまうんですよね。でこれで長時間映画見てたり運転してると、すごく実はこれ腰の中の腰椎の部分にすごく実は負担をかけてます。圧縮されてます。そこに負荷がすごくかかってます。そして、太ももの裏側がぐっと収縮してしまってですね、腰が寝る状態が定常化して、太ももの裏が硬くなって座骨神経も圧迫受けますので、このこうやって持たれてもいいので、背もたれ持たれる時のコツですよね。こう持たれてもいいから、縦腰のおはようお休み体操をやってですね、腰が立った状態作って、そのまま持たれていきます。で、腰のこの背中の間ちょっと浮いてても結構です。でもしこの浮いてるとこ気になるようでしたら、なんかねバスタオルとかクッションとか敷いてください。そしてここをですね落とさないで、なるべく高く上げとくということですね。ここを上げた状態で運転、この方が実は、視野が広くなってですね、すごくあの運転も、危険が伴わないんですよね。で映画見るときも、ここを下げないで、長時間なるときは胸骨をしっかり引き上げておくっていうのを意識してください。それだけで、腰ですね、主に背骨の下の方の負担がすごく減りますし、太ももの裏側の負担も減りますから、ぜひ、胸骨を下げずに胸骨をしっかり引き上げておくということを、特に長時間運転とかですね、まあ高速道路運転するときなんかは信号待ちがないのでまめに動くことができませんので、長時間運転とか長時間ちょっと座ることがありますよという場合ですね、胸骨を下げないということを意識してください。そして5つ目ですね、これ最後になりますけれども、まあ座席ですねとか、座席ですね、まあベッドの場合も同じなんですけどね、座席に体を合わせられる柔軟性を持つことです。これ一番体のレベルが上がった人の、一番体のレベルが上がった人の注意すべき点というかやるべきことですね。本来そういう、まあ車の椅子はちょっと別として、柔らかい椅子ありますよね。まあ新幹線のグリーン席なんかもそう作られてますけれども、姿勢が崩れやすい、で姿勢の現代人の姿勢が崩れてる人に合わせて、そういう椅子っていうのは作られてるんですよね。つまりそういう人たちが好かれている、現代人が気持ちよく楽に感じるために開発されたのがそういう椅子なんですね。つまり体の方にね椅子が合わせてるわけなんですよね。体の方に椅子が合わせてるわけですよ。それとね逆になっていく必要があって、どんな環境でも合わせられる体ですね、その座面に体を合わせられるように、な柔軟性を作っていくってことなんですよ。これはもう聞いてるだけじゃ分かんないと思いますけれども、体を開発して、それこそ背骨一本一本とか肋骨一本一本とかね、柔らかく開発していけば、どんな環境の中でも体をグッと合わせられてですね、要するにその形にしっかりピタッと沿うように、柔軟性を持って体を合わせれることができるようになるので、まあ、最終的にはそこまで目指す、と一番いいですね。これ一番体のレベルが高い人の注意すべき点というか対応の仕方になります。以上今の5つですね。1つ目自分が姿勢が崩れていることを自覚しておくこと、2番目がまめに動くこと、3番目がなるべく前の方に座ること、4番目が胸骨を下げないということ、そして5つ目が座席に体を合わせられる体の自由性柔軟性を持つことという5つでした。はい、ぜひですね、ソファーとか車の運転、ですね、車の座席座るときにこういう点を注意して、自分の体をね、しっかりとケアするようにしてください。はい、今日の話は以上になります。ご質問ありがとうございました。今日の話がね何か少しでも役に立ちましたら、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もどんどんよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきありがとうございました。